さつまいもの苗を植えてから約1ヶ月弱経ちました。まあ葉っぱがですね、まあ元気よく大きくなってきております。これからですね、葉っぱと茎が結構伸びてきて、畝の間にもりもりもりと生い茂ってくる段階になってくると思います。ただちょっと見てください。畝の間に草がね、いっぱい、生い茂って、元気に草が茂っております。昨日からちょっと雨がね続いていまして、明日も明後日もちょっと雨っぽいので、もっと元気よくなっちゃうんで、今日はちょっと耕運機で起こしてみようと思っています。はい、それではさつまいもの畝の間に、畝間に草が結構ね生い茂ってしまいました。ミニ耕運機で、起こしてちょっと草の処理をしようと思っております。これからさつまいもの葉っぱとですね、つるが伸びてきますんで、この畝の間につるがと葉っぱが生い茂ってきますので、その前に草の処理をしたいと思います。一応畝間工期終わりましたんですけど、今回ですねミニ耕運機につける器具、一応私2種類持ってるんですけども、まず一つこれ整地板といいまして、こう平らにするやつですね、それタイヤにする。あとこれ畝立て用のですね、ジグです。これよくですね私の動画にもですね掲載してます、畝立て用の器具です。これ2種類ちょっとつけてみてどんな風になるのかやってみたいと思います。まずはこの整地板つけてみますね。整地板をつけて、一通り畝やってみます。はい、こんな感じで畝間が一応平らにはなりますね。まあ、こういう形状にしたい場合はこの整地板を使えるということです。今回私は畝立て土寄せをねしたいと思いますので、土寄せ用のジグで仕上げたいと思います。はい、畝立て用の土を寄せのためのこの器具をつけましたので、これで行ってみたいと思います。一応畝間ですね土寄せして、まあ、草の処理をいたしました。これでしばらくまたね草が、多くなってこないと思います。あとこの状態でさつまいもの葉っぱとつるが畝間の方に盛り上がってくるというところまで、見ていきたいと思っております。でそのためにですね、畝間に苦土石灰、石灰ですね、苦土石灰を撒いておきたいと思います。畝と畝の間に苦土石灰を撒いておくと、まあ、芋自体が美味しくなるということを聞いたことがあるもんですから、ちょっと撒いておきたいと思います。
はい、畝管の後期と畝立てですね、それによって草の処理をいたしました。